マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠の西のレグナント、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ダノンベルーガ、これは好スタート。フォービスケッツ、この馬も好スタートを切りました。9番フォービスケッツ行きました。フォービスケッツ前提を取りました。ここにつけたのがノースブリッジ、その後ろにベラジオオペラ、その後ろからはマテンロスカイ、その外からシルトホルン、リバティアイランド、すぐ後ろその外にレーベンスティール、内からはキングズパレス、その後ろにダノンベルーガ、これに続くのがジャスティンパレス、青の帽子ドーデュース、その後ろすぐ隣にステラベローチェ、外を通って西のレグナント、タスティエーラ、そのうちに続いています。最後方にソウルオリエンス、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はノースブリッジ、フォービスケッツ、先頭に襲いかかってきましたベラジオオペラ、3番手4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭を行きます。フォービスケッツ、ドーデュース、ここからが勝負どころ。先頭を入れ替わってドーデュース、残り 200m を通過してドーデュース、意地を見せるリバティアイランド、前を伺う。先頭はドーデュース、ドーデュース、ドーデュース、勝ちました。2着にリバティアイランド、3番手にはベラジオオペラ、ドーデュース、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い何が行くんでしょうか。ベラジオオペラ前に行きそうです。先手を取ったのはベラジオオペラ、外にはノースブリッジ、すぐ後ろにフォービスケッツ、これに続いてステラベローチェ、ここにつけたのがマテンロスカイ、シルトホルン、その前に進出、すぐ隣にリバティアイランド、その後ろにキングズパレス、その外にレーベンスティール、内からはタスティエーラ、その横にドーデュース、ここにジャスティンパレス、西のレグナント、すぐ後ろその後ろにダノンベルーガ、しんがりからソウルオリエンス、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。前に戻りましょう。5番ノースブリッジ、一気に先頭に立ちました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。すぐ後ろにフォービスケッツ、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はまだ5番ノースブリッジ、外を通ってフォービスケッツ、間を挟んでベラジオオペラ、3番手さあいよいよ直線の攻防。1番前にはノースブリッジ、外から勢いよくレーベンスティール、ノースブリッジ先頭です。外を通って先頭はレーベンスティール、あと 200m、 2番手はリバティアイランド、レーベンスティール粘り込む、レーベンスティール、レーベンスティール、1着2着はリバティアイランド、ドーデュース、3着です。勝ったのはレーベンスティール、このレースを制したのはレーベンスティール。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い何が花を切るんでしょうか。花を切ったのはノースブリッジ、先手を取ったのはノースブリッジ、その外にフォービスケッツ、内からベラジオオペラ、これに続いてステラベローチェ、外にはシルトホルン、内を通ってマテンロスカイ、その外からリバティアイランド、外を通ってレーベンスティール、キングズパレス、そのうちに続いていますタスティエーラ、その前に進出、外を通ってジャスティンパレス、その後ろにドーデュース、その外から西のレグナント、ここにダノンベルーガ、最後方にソウルオリエンス、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。では前の方から見てみましょう。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。9番フォービスケッツ、レースを引っ張ります。各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として9番フォービスケッツ、ノースブリッジ、ほとんど差がありません。間を挟んでベラジオオペラ、3番手さあいよいよ直線の攻防。先頭を行きます。フォービスケッツ、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。ノースブリッジ手応えは悪くありません。前を捉えられるか。200を切った。
2番手はノースブリッジ。この足色はどうか。ダノンベルーガ差し切った。ダノンベルーガ1着。2着にはどうやらゴーデュース。勝ったのはダノンベルーガ。このレースを制したのはダノンベルーガ。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ノースブリッジ前に行きそうです。先手を取ったのはノースブリッジ。ベラジオオペラそのうちに続いています。外にはホーオービスケッツ。マテンロスカイそれに続いています。すぐ隣にステラベローチェ。外を通ってシルトホルン。並んで12番リバティアイランド。その隣にレーベンスティール。内からはキングズパレス。タスティエーラこの馬もこのグループ。青の帽子ドーデュース。その後ろ、その外からジャスティンパレス。西のレブナント。すぐ後ろここにつけたのがソウルオリエンス。最後方にダノンベルーガ。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。もう一度先頭に戻りましょう。5番ノースブリッジ依然として先頭です。各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として5番ノースブリッジ。外を通ってポーオビスケッツ。間を挟んでベラジオオペル。3番手第4コーナーをカーブしてさあ直線コースに入りました。1番前にはノースブリッジ。外からリバティアイランド。先頭ノースブリッジいっぱいになった。あと 200m しかし残りわずか。ベラジオオペラ必死に追います。リバティアイランド先頭。リバティアイランドゴールイン。2着にはどうやらベラジオオペラ。リバティアイランド見事このレースを制しました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争いノースブリッジ前に行きそうです。ノースブリッジ先手を取りました。その外にホーオービスケッツ。ベラジオオペラそのうちに続いています。その後ろからはマテンロスカイ。その外からシルトホルン。その後ろにリバティアイランド。その横にレーベンスティール。内を通ってキングズパレス。内からステラベローチェ。外を通ってジャスティンパレス。内からはタスティエーラ。この集団にドーデュース。外には西のレブナント。内を通ってソウルオリエンス。最後方にダノンベルーガ。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。一気に先頭に立ちました。9番ホーオービスケッツ。各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として9番ホーオービスケッツ。ホーオービスケッツさらにリードを広げます。さあホーオービスケッツ上がっていきました。さあ直線に入りました。これからの勝負。ホーオービスケッツ先頭。内にベラジオオペラ。ベラジオオペラ先頭に立った。差はほとんどありません。あと 200m 先頭はベラジオオペラ。ソウルオリエンス叩き合いになるか。先頭はベラジオオペラ。ベラジオオペラベラジオオペラ勝ちました。2着にソウルオリエンス。3着はダノンベルーガ。ベラジオオペラ見事このレースを制しました。